高橋大輔とエバン・ライサチェック、これからの2人に今年のファイナル金メダルの行方は委ねられました。共に世界最高に迫る得点を叩き出したショートプログラム、2人の点差はなんとわずかに 0.1、 コンマ1をめぐる勝負です。強い自分でオリンピックに向かいたいと話してくれました世界チャンピオンライサチェック。フリーの曲はシェヘラザード。まず注目最初のジャンプ、3回転ルッツから3回転トーループ。昨日のショートはこれプラス2もらってましたから、ここもうまく2つ目の3回転を持ってきました。そして今シーズンとにかく入念に確認をしてきたアクセル、昨日は鮮やかに決めましたがどうでしょう。トリプルアクセル、若干長いは悪かったんですけども、回っていたように私には見えましたね。トリプルサルト、最初の3つのジャンプをまず終えていきました。自分の世界に代々木の慣習を飲み込むようなこの人のステップです。高橋との差はわずかに 0.1。その勝負を制した先に世界一が待っています。このプログラムをやればやるほど好きになると話したライサチェック。一昨年の世界選手権安藤美希、さらには去年のキム・ヨナ、2年続けて世界選手権チャンピオンを生み出したプログラムです。シェヘラザード、ここから後半勝負のジャンプが5つ。シングルアクセルになりましたね。小田君と同じですね。全く上位3人が 2.3 というわずかな差にひしめき合いました。トリプルループ決めた。若干低めでしたね。2回でやめましたね。当初は3連続も予定していました、はい、単独のルッツです、うん、安定しています。ダブルアクセル、最後のジャンプを終えました。昨日は全選手トップの得点を叩き出したスピン、世界チャンピオン一番の見せ所です。すごい体力ですね。全くスピード落ちませんね。全身のエネルギーを全て出し切りたいと話していたライサチェック。お
世界チャンピオンライサチェックは2つ目のタイトルを手にするのでしょうか。いやね、あと高橋君だけ残ってるわけでしょ、はい、ここまでね、昨日4人がね、はい。